冷たくて気持ちいい。いい風。人が少なくていい感じ。本殿でお参りします。福守買いました。800円納めてきました。元気が出る黄色福守です。今日からこの福守と一緒に過ごします。すっごい久しぶりの竹下通り。今日はお盆明けなので比較的に人が少ないです。今から原宿の駅前にあるせいやっていうラーメン屋さん食べに行きます。やってるかな。引っ越す前はオープン準備していましたが、オープンして子供たち人気のようです。こちらせいやです。営業中。11時からの食べます。この細麺がいいのだ。久しぶりのせいやのラーメン、細麺張り方美味しかった。今から知り合いのお店に遊びに行きます。原宿神宮前のマジックシアターに来ました。ここは知り合いのお店でアクセサリーを主に作っていて販売もしてるんですけど、結構有名人とか来たりお忍びで来たりして、一番驚いたのはスカーレット・ヨハンソンが来ましたが、ここのお店の人たちは皆さん疎いので誰も気づかず、やだら SP がついてる人が来たよって言ってて、話を聞いてたらそれスカーレット・ヨハンソンだよってなりました。